皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ、今回のテーマをお送りします。スノーマン、メグロ、レン、スイッチ入るとめちゃくちゃエチャエチャするとの恋愛情報にファン騒然。9月29日放送の突然ですが占ってもいいですかフジテレビ系。この日は人気ジャニーズグループスノーマンから、深澤達也さん、メグロ、レンさん、佐久間大介さんが出演。 現役のアイドルでありながら、禁断の恋愛について占われる場面があり、目黒レーンさんの具体的すぎぬれない情報にファンは騒然となったようです。恋愛情報出てくるのしんどい。スノーマン、目黒レーンの恋愛情報にファン騒然。9月29日放送の突然ですが占ってもいいですかフジテレビ系。この日は人気ジャニーズグループスノーマンから、深澤達也さん、目黒レーンさん。 佐久間大介さんが出演。番組の人気占い師、星ひとみさんから、三人の恋愛について占われる場面が放送されました。最も視聴者から注目が集まったのが、目黒さんの恋愛について。目黒さんは女性を喜ばせる戦闘能力が超高いと言われ喜ぶ目黒さん。星さんは続けて、相手が望んでいることが分かっているけどふとクールに振る舞う。 スイッチ入るとめちゃくちゃイチャイチャするなど、かなり具体的にメグロさんの恋愛を語ります。さらにはタイプは太ももが綺麗な人。形や太さが重要。26歳、27歳が運命の時期。ストイックで仕事熱心な人と出会うなど、好きなタイプや今後の結婚運まで占われたメグロさん。聞いていたメグロさんも一部うなずくような反応したことや、他のメンバーが納得するような相槌を打つなど、 占いの結果が当たっているようなリアクションが見られました。あまりに具体的な恋愛情報が出たことから。メメ、メグロさんの相性の濃い話聞くの苦しいわ。なんかリアルで泣きそう。良い人いても言っちゃダメだよ。本当にやめてね。面白かったから他のメンバーも出てほしいけど、メメみたいに普通に恋愛情報出てくるのしんどい。メメが26。 27の時にいい人に出会うとかはちょっと受け入れたくない。メメの恋愛ハグさっと来たな。ファンいるんだし、まだデビューして約2年でペラペラ運命の人だの話さないでよ。など、ファンを中心にショックを受ける声など、視聴者が騒然となってしまったようです。首元にキスマークメグロレに彼女疑惑も。この日、突然レースが占ってもいいですかに出演し、 具体的な恋愛情報が出てしまったことでファンを中心に騒然とさせてしまったスノーマン・メグロレンさん一方でそんなメグロさんには現在彼女がいるのではという疑惑も出ているようですその疑惑というのがちょうどこの日に発売となったスノーマンの 1ST アルバムスノーメイニア S1A ベックスリコードの初回特典映像に映ったメグロさんの傷のようなもの首元に赤い傷のようなものが見られ キスマークのようにも見えるその傷跡に発売早々ファンが騒然となっているようです。そんな騒動の中での今回の突然ですが占ってもいいですかの放送だったことから。ねえ、メメの首キスマ 3CJP かと思った 3CJP。え、どうしたんだろう 3CJP。 今日の占いの放送を見たらアルバムの初回版 B のゲームの特典映像のところの目目の首の傷みたいなやつ。まさかキスマじゃないよね。など、さらに彼女疑惑が深まる事態となってしまったようです。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。